こんにちは、よっちゃんのよっちゃんです。ちょっと暗いんだけど、昨日はライブ配信来ていただいてありがとうございました。そして、あの、急に旦那さんが帰ってきたのでドタバタで終わってしまって、どうもすいませんでした。本当にありがとうございました。めっちゃ楽しくって、あの、もっとやってたかったんですけど、いきなり終わっちゃって本当にごめんなさい。絡んでいただいた方、見ていただいた方、本当にありがとうございます。あの、私本当前もって告知してやれなくって、ゲリラでやるので、なんかね、500人いったら YouTube のなんか、あの、コミュニティっていうところで、あ、投稿、写真と文章をつけて投稿できるみたいなんで、あと10人くらい登録していただけたら、そのコミュニティ機能を使って今日ライブ配信できますとか、やりますとか、あの、前もってちょっとお知らせできるんですけど、まだ500人いかないので、それが達成するまでは、あの、ライブ配信やるときはインスタとかツイッターで告知しようと思ってますというか、告知しているので、よければフォローの方もお願いします。で、昨日のライブ配信とか、私がラナンキュラス編んでる動画とかで結構ご質問いただいたので、あの、ちらっと説明すると説明させてもらうんですけど、あの、私これ、13号の針でソック編んで編んでます。13号でソック編んで編んで、2かせ買ったんですけど、だから 800m 買ったんだけど、1玉半くらいしか使わなかったので、多分まあ600から 700m くらいで編みました。でもちょっと丈が短くなっちゃったので、あの、もうちょっと丈長めが良かったら、もうちょっと使う、2かせギリギリまで使うかもしれない。まあ、2かせギリギリまで使うかな。まあ、私の手だとそんな感じで、サイズ4で編んだって言ったっけ、サイズ4で編みました。で、もうほんとぴったりって感じで、私的にはすごい、あの、着やすくって、お気に入りのサイズ感で編めました。私は157センチで、49キロとか49、50キロくらいをの体型で、ユニクロとかだとぴったりめの T シャツが買いたいときは M サイズで、ちょっとゆったりめが買いたいときは L サイズ、だからまあ L とか LM が本当にぴったりっていう感じの体型です。だいたいどのお店の洋服も M サイズがぴったりだなっていう感じの体型で、こんな感じです。かわいいですなので、あの、私本当文章パターン初めて、あの、編んで、いつも YouTube の動画見ながら編むっていうのをずっと2着くらい、あの、編んでて、編みちくラボさんの動画見たりとか、ニッティングパーティーさんの動画見たりしながら、ほんとただメリヤス編みしかしないシンプルな、T シャツとタンクトップ編んでから、これをラナンキュラス初めてラベリーで購入して、あの、編んでみましたでも初めての模様編みで、模様編みもそんなに、なんかパターン集とかで本買って模様編みちょっとしたりとかはしてたんですけど、こんながっつり洋服に模様編みするとかも全然したことなかったし、その文章を読みながら編むっていうのも初めてだったんですけど、それでもできましたので、多分結構簡単で可愛く作れる
誰でも作れると思うんですけど、まあ、ちょっと私これ失敗しちゃってる箇所があるので、ほんとすごい簡単でしたとかはなんか言っていいのか分かんないけど、でもすごいお気に入りの一着ができたので本当に満足です。ありがとうございます。この糸も可愛いしパターンも可愛いし、なんで本当いろんな人に編んでもらいたいって、まあ、私がこれおすすめしたところで私に何にもね入っては来ないですけど、でも本当にね可愛いし、インスタでラナンキュラスセーターって英語でラナンキュラスセーターハッシュタグで検索すると、もういろんな人がいろんな色の糸を使って編んでるの分かるし、全部可愛いから、なんかどの色にしようかとか迷ってる人はインスタとかでハッシュタグで検索すると結構参考になると思います。ちょっとねいろんな方が昨日ライブ配信でなんかパターン購入したとか、あパターン買ってたけど編んでなかったわって言っている方が結構いて、で私にも質問してくださったりとかしていただいたので、ちょっとなんかの誰かの参考になればなと思ってちょっとね動画を回してみました。みんなでねラナンキュラス会いつかしたいですいつかラナンキュラスでみんなでそれぞれのラナンキュラスを着てなんか美味しいもの食べながら編み物したりとかして、でデザイナーさんのみどりさんに報告をしたい写真撮って報告したいなとか勝手にね妄想しながら、編んでる時もめちゃくちゃ楽しかったし、編み終わってからもすごい素敵なこの洋服着て素敵な時間をね過ごせておりますっていうか、まあまだこれ着てお出かけしてないんだけど、次のお休みの日はこれ着てお出かけしようと思ってます。これはね1週間くらいで編み上げました。私は毎日 3,4 時間くらい編んでたのかな、1週間くらいで編んで、まあ、即編んでなんかねこの透け感も ここが何模様編みだから今ね下に何も着てないんだけど、まあ、この辺が肌見えちゃうけど、まあそんな透けないからこれ1枚でも全然着れるし、まあ中になんか着てもいいかなと思ってて、これ1枚だけど即編んだし全然チクチクもしなくて超肌触りがよくって、1枚でラフにジーパンに合わせて履くの着るのいいなって思ってます。そんな感じかな。そうね、1週間くらいで、あとなんか気になることがあったらまたコメントとかいただければ、なんか私でよければお答えできると思いますので、はい、お願いします。で今はみどりさん、またみどりさんのチェリーセーターを編んでますので、そちらもまた動画で応援していただければと思います。本当に皆さん昨日はライブ配信来ていただいてありがとうございました。またそうで私結構その標準体型なので M サイズとか L サイズとか着てる標準体型なので、これからもいろんな洋服編んでいくので、サイズ感とかまたなんか動画見ながらサイズ感とか確認してもらって、私も編もうかなとかなんか誰かの参考にしていただければと思います。それでは、ね、めっちゃ暗いんだけどちょっと明かりがすいません。それではありがとうございました。ちなみに全身はこんな感じです。はい、かわいいです。
またお出かけ動画撮りたいと思います。